こんにちは、今回は隠しアチーブです。前回の動画、評判任務代価完了後に、入手可能となります。こちらにはアップします。ちなみに、評判任務は、魔人任務2つなどをクリアで、いろいろな任務が解放されます。かなり時間かかって大変ですよね。あそこに見えるキラキラした紙を、調べるだけとなります。ちなみにこの前条件の、代価という任務は、この家の上の宝箱を調べて開始できます。後で載せておきます。少し巻き戻ってここからです。この宝箱ですね。それでは以上となります。それにしても、この港の音楽、私はほんと好きです。ご視聴ありがとうございました。